合タグマッチ30分一本勝負を行います。第3試合30分一本勝負は中島梨沙ラビットミュー対ディアナから参戦してきまいりましたサリー田中メイコ組です。 JWP とディアナの対抗戦ということですね。しかも中島ラビット組は JWP のチャンピオンコンビとなります。 JWP 無差別級王者の中島梨沙、そしてラビットミューはジュニアの二冠王です。先に入場してきたのはディアナチーム、まずコールされたのは田中芽衣子、そしてサリー、これを迎え撃つのが中島ラビットミュー組。JWP 無差別級王者の中島梨沙ですが、タッグリーグ戦はパートナーの中森花子が途中リタイアという結果に終わってしまいました。1勝2敗2点ですが、その2敗はいずれも不戦敗。ちょっとね、計算が違ったと申しますか、悔いの残るタッグリーグ戦になってしまいました中島梨沙。さあ無差別級のベルトを掲げてコールにコールされました中島梨沙、ピンクの紙テープが舞いました。中島梨沙は4月5日の後楽園ホール大会で春山佳代子の挑戦を受けます。そしてそのパートナーのラビットミュー JW 認定ジュニア POP 選手権、こちらの防衛戦、先ほど和樹に敗れましたライニア鋼の挑戦を受けることが決まっております。先発はラビットミューと田中芽衣子、ビアが早めに中心に2人目となります。あ、早くもサリーが入ってきて2人がかりの攻撃、ラビットにダブルでドロップキックだ。この田中芽衣子、現役の高校生、現在まで16歳です。16歳にして体格、いい体格しておりますよね。しかしそのいい体格の田中を物ともせず正面からのドロップキックで逆にやり返しましたラビット、すぐさま中島とタッチだ。無差別級王者として新人の田中芽衣子に黒の洗礼を浴びせるか中島梨沙、厳しい攻めには定評があります。非常なる攻撃もお手の物、そうでなければ無差別級のベルトは守りきれません。スリーパーホールドから同時にできますリング中央、昨年10月5日高橋七重を相手にデビューいたしました田中芽衣子。JWP の後楽園ホール大会が行われる4月5日は同じ日同じ後楽園ホールでディアナの大会も行われます。このディアナ 4.5 後楽園ホールではこの田中芽衣子と仙台ガールズ里村芽衣子とに一騎打ちが組まれております。田中芽衣子対里村芽衣子、芽衣子対決になります。どちらが日本で一番の芽衣子なのかが決まる。と言ってもやはりキャリアでは全く違います、実績も違います。日本の女子プロレスラーの女王といえる横綱と言っていい里村芽衣子とに一騎打ちのチャンスをつかんだ田中芽衣子、どんな戦いを見せるか。その田中からタッチを受けたサリー、先
勝でベルトを巻いて入場してきたサリーですが、あのベルトはジャガー横田とのコンビで保持しております。WWE 世界タッグ王座、リアナが認定するタッグタイトルです。プロレス界の大先輩であるジャガー横田とのコンビで出していたしました。サリー昨年12月23日川崎市体育館で香る下田美万部員から脱出いたしました。このサリーもこの時点では18歳ですね。3月31日、明後日誕生日を迎え19歳となります。そして今年の4月17日でデビューして丸4年を迎えます。この時点でキャリア3年11ヶ月、18歳の若きファイターサリー、その際をボディースラムで投げラビットビューが登場。先ほどの開始とばかりに今度は中島とラビットがダブルの攻撃、そしてサンドイッチ式の投球ドロップキックだ。今度は交互に踏みつける。これはやられる方としてはたまったことではない。最後はフックスタンプだ。思いっきり フィッシャーマンズスープレックスホールド、カウント2で返す。そして田中にタッチいたします。16歳の田中とラビットビューは現在19歳。しかしラビットビューは2011年8月にデビューですから、キャリアとしては3年以上ありますね。昨年10月にデビューしたばかりの田中、捕まっている状況です。タッチワークが速くなってまいりました。 JR のキーコンビです。あの井上京子がじきじきにスタートして入団したというこの田中美穂、75キロの体格を誇ります。体重では中島を上回っている。しかしスピード、そして一発一発の技の的確さ、ここがやはりチャンピオン。タッグリーグザベストを途中リタイアしなければならなくなったその鬱憤をこの試合で晴らすか。さあダブルアブ狙いだぞ。これを踏ん張る田中、ならばと2位を打ち込みます。そして再びダブルアブ、これを攻め出すと、これを回転に固めて返す。正面から出てくる。JWT のファンにその存在感を見せたいところだが、田中美穂デビューして11、12、1、2、3、5ヶ月が経ちました。そろそろ半年になる頃、こういった他団体出る一つ一つが実践経験となります。自分の団体だけでは味わえない、学べない何かが他団体にあります。しかも相手は現 JWT の頂上にいる女、中島ありさ。おーと、これはいいスピアだ。自分の体格を生かしたいいスピア、カウント中。これはさすがの中島の面食らったか。そして深追いすることなくサリー、先輩のサリーにタッチした。サリーが正面からドロップキックを、中島は倒れない。ならばともう一発、これはいい、的確にヒットした。3発目も行く。鋭いドロップキックが中島を襲います。かつてはジェイザーチームに行って、そして TOP のベルトを巻いたことがあるサリー、そして中島ありさ。田中をうまく立ち押し、その上を飛び越え、体を見せてきます。正面から行くぞ。エルボーで殴り合う。
が、サリーに気合がこもってきた。サリーに気合がこもってきた。それに対して中島はちょっと不敵な笑みを浮かべているか。まだまだ笑みを浮かべる余裕があるか。それに対して全力でいくサリー。カサドーラ行こうとしたが、これをストップしてジャーマンで持っていく。バックに投げ切った。シュズ様立とうとするが、大打ちの顔面蹴りが飛んでくる。コーナーをチョイスしましたが、田中とサリーが2人でこれをカットに行きます。そして田中を張って場外に落とす。ラビットミューがアシストし、孤立したサリーにミサイルキック。この辺は流れるような連携を見せます。中島有沙とラビットミュー、さすがです。ジュニアのチャンピオン、そして無差別級のチャンピオンがタッグを結成、ディアナ軍を迎え撃っております。飛びつき式の十字固め、回転十字固めからフォーリックがカウントする。このサリーがこのタッグマッチで中島から勝利を奪えば、サリーが無差別級挑戦という、そういうような目も出てまいります。このサリーをアンクルホールで動きを止めます。中島有沙ロープに這おうとしたところをアンクルを解除し、スープレックスで持っていきます。ジャーマンスープレックス、ホールドは自力で返す。変わったラビットがブレンバスター、139センチの身長で相手を投げます。エルボー、エルボー、気迫のこもったエルボー。勝ち気なラビット、これほど勝ち気なラビットは世の中広しにでもいないでしょう。どんなウサギよりも勝ち気なラビット。ドロップキック、サリア倒れず、同じドロップキックで切り返し、やり返しました。しかしすぐさま向かってくるラビット。どちらも勝ち気だぞ、どちらも勝ち気だぞ。すごいすごいエルボーだ。いや、正面から打ち合ってますね。で、ここはサリーが抑え込むがカウント2。試合時間10分経過いたしました。よく、新人の田中をリードして、ほぼ互角に持ってってますね。これは結構すごいことですね。チャンピオンコンビを相手に互角の試合を展開しているサリー、そしてこのサリーに寄せられるかのように田中がドロップキックを連発。ボディスラム、これもブリッジで返すラビットミュー。さあ、このまま行くか、それともサリーとタッチするか。いや、自力で行きます。ボストンクラブ狙い、これを下から作って襟固めで丸める。カウント2。おっと、顔面を振り飛ばす。バックを取ってスープレックスを狙うが、これはバックエルボー、バックエルボーかわす。この辺はよく見ている、相手の動きをよく見る。そして DDT、 ドロップキック正面から、ここは踏ん張りどころだぞ田中。自力で返しました。サリーも、おっと、ここでサリーが入ってきた。おー、これは試合権利がないですが、ドロップキックを突き刺しました。これに流れを変えることができるか。サリーは中島をカットして、試合権利のある田中に託します。ダウンテス、ラビットがなんとかボールを跳ねのけます。女子スピア、このスピアもいいスピアだ。これは中島が慌ててカットに入った。ラビット危ないところでした。自力でいくか、まだ自力でいくか。おっと、ロープ飛ぼうとしたところをラビットがどう捕まえ、スープレックスで持っていく。そして顔面を蹴り飛ばす中島。
サリをカットし、ラビットがコーナーに登り、ミサイルキック。サリーがカット間に合った。またしても中島がサリーを場外出しました。わあ、これは関節技ですね。クロスペースですか。クロスペースに行ってますね。さらに足も畳んだ。ガンジー絡みの状態、ガンジー絡みの状態。これは田中、ギバック寸前だが、ギバック寸前だが、諦めしまうか、諦めしまうか。ロープは背後にあります。前方のロープはまだ距離があるぞ。サリーはこれ、場外でカットされている印象、なかなか入れない。自力で、自力で耐えなければいけません。田中美恵子。クロープに到達、よく耐えました。これはよく耐えた。ならばと、これもサニーが間に合った。腕をロックしてのジャーマンシープロックでしたが、サリーが救出に成功。しかし、おーっと、これはストラルが決まった。スリーカウント。この満面の笑み、どうだと言わんばかりのドヤ顔。 JWP 女子対ディアナは JWP の勝利に終わりました。いやー、しかし田中芽子非常に健闘しましたね。これは良かったと思いますね。このキャリアで中島ありさ、ラビット美を相手に健闘いたしました。まあ、サリーとしてはね、ここはやはり勝ちたいところでしたよね。乗り込んできただけにね。しかもこの JWP 女子と POP の王座はサリーがこのラビットミューから取られております。その関係を思うと、サリーはラビットにここはね、勝ちたかったとこでしょうけども、パートナーの田中がやられてしまいました。前半3試合が終了いたしました。ただいまよりリーグ調整を進め、約10分間の休憩時間を頂戴します。試合を再開します。試合を再開します。さあ、皆さん十分休憩は取れたと思います。